無期雇用に切り替わる前に女性に解雇が通告されました。日立製作所がパートやアルバイトなど有期雇用から無期雇用への転換を求めた女性社員に対し解雇を通知したことが分かりました。無期雇用への転換は同じ企業で5年を超えて働いた人が得られる権利で会社側は拒否できません。こうした中、女性社員は去年6月に 無期転換を申請し、来月から無期雇用に切り替わるはずでしたが、先月、業務上の都合で解雇通知を受けたということです。日立製作所は3年前から契約の継続は難しいと説明していた。詳細については団体交渉中なので差し控えたいと話しています。